技術は知っている、技能はできる、授業の技能を上げる動画です。前回のね、動画にコメントをいただいたんですけども、いきなりめまい、手足が話し始めると、はじめのめまいを聞き逃す児童がいるかもしれませんっていうコメントなんですよね。それわかります。しかし、はい、ではですね、などと言った言葉を添えてから、めまい、手足が、と話し始めると、はい、ではですね、で、児童が聞く姿勢をとる、かっこ、教師が話し始めていることに気づかせる時間が作れるのではないでしょうか、っていうコメントをいただきまして、これ、めっちゃわかります。これね、とっても重要な技術なんですよね。このことを指摘できるっていう先生は、もうこの時点で、かなりレベルが高いと思います。よく言われている例は、この A と B があるんですけど、おはようございます。教室に朝入るときですね。おはようございますっていきなり言う先生と、はい、おはようございますっていう先生では全然レベルが違うんですね。おはようございますって言ったら、これ気づかせの技術って言うんですけども、返事できない、気づかない子がいるんです。いきなりおはようございますって言われても。言われた、ね、そこで B の先生は、はいっていう言葉を入れて、はい、おはようございますっていう、このはいは気づかせるためのはいなんですね。これが気づかせの技術っていうものですね。これを使わないで、言われたらちゃんと返事をしなさいってね、怒っちゃう先生がいるんです。これ実際にいるんですよ。つまり、自分の技術が未熟なために、はいを入れないでおいて、おはようございますっていきなり言って、返事しないからダメだ。っていう先生がね、まあ、現実にはいるんですよね。でも、その技術を知ってる方は、はい、おはようございますって、はいをつけるんですね。そうすると、子供は気づいて、間を置いて返事をすることができるってことですね。で、今度言われたら、ちゃんと返事をしなさいっていう先生は、自分の技術は置いといて、子供たちを、まあ、批判する、非難するってことですから、これは伸びない教師の共通点なんですね。で、この気づかせの技術っていうのはね、実は技術のレベルよりも高いレベル、技能、気づかせの技能っていうのがあるんです。ちょっと紹介させていただきますね。私は司会であった。体育館で少しざわついていたが、開演のブザーが鳴り、子供たちや先生方、保護者が静まり返った。これどんな場面かわかりますか？これね、体育館で演劇を始める時の場面なんですね。で、学校の先生、職員の中で一人が司会の担当になるじゃないですか。教頭先生とか教務主任とかの先生が。その時に演劇の方にバトンタッチする前に、監修の前に出てマイク持って喋らないといけないじゃないですか。きっと先生方にもそういう経験が待ってると思うんですけど、ね、その時にどうするかってことですよ。体育館が少しざわついていたが、開演のブザーがブーってなった時に子供たちや先生方、保護者が静まり返った。さて、その時の第一声をどうするかって考えたことありますか？で、この時にですね、これから芸術鑑賞を始めますって言っちゃう先生役がかなり多いんですよね。これはダメなんです。ダメなんです。それから、みんな静かに偉いですねってね、褒めちゃう先生が、これもいますね。この第一声いますよね。ところがね、この先生はですね、皆さんって言って間を置いて、こんにちはって言ったんです。皆さん、こんにちはって言ったら子供たち、こんにちはって返事をしますよね。そうなんですね。そうしたらね、これ演劇の方、プロ集団ですよ。劇が終わった後にこの先生のところに、お話に行って、一言目が素晴らしかったです。一気に会場が引き込まれましたって言われたっていうことがつい最近あったんですよね。この一言目が皆さん、こんにちはっていうことですね。ですね。ここをね、ちょっと深掘りして解説しますね。気づかせの技術っていうのは、教師が話し始めていることに気づかせてから確信を話すってことですよね。はい、おはようございますっていうのが気づかせの技術なんです。ところがさっき紹介した皆さん、こんにちはっていうのは気づかせの技術ではないんです。すべてに意味があり、これ以上削られない言葉なんですよ。皆さんっていう言葉も削られないですよね。第一声として気づかせる、これ技術ですね。皆さんっていうの。で、間開けますよね。で、こんにちはっていうのは少しトーンが高くした感じで、こんにちはって呼びかける感じで、こんにちはって言ってますから、会場の子供たちやお客さんも、
こんにちはって話すことができるってことですね。これはね、もう技術ではないんですね。第一声で引き込む技能なんです。さっき あの演劇の方からもらったコメント覚えてますか？一気に会場が引き込まれましたって言われましたよね。一気にってことはこれ第一声なんです。で、引き込まれましたってことは、もうこれ以上削られない言葉があるっていう、もう無駄な言葉が全くない。この気づかせて確信に迫るとはレベルが違うんですよね。もう引き込まれたっていうことなんですよね。このことと授業の第一声を比べてみますね。はい、ではですね、とかって言って、めまい、手足がしびれるって言ったら、これどうなりますか？これ意味はありますよね。はい、ではですね、って気づかせる意味はあるけど、これなくてもできるんです。めまい、手足がしびれる、立っていられない。何の病気だと思いますかって、これね、はい、ではですね、なくてもできるんですよ。これはレベルの高い教師に言わせると、授業が濁っちゃうんですね。はい、ではですね、っていう一言があると、授業が濁っちゃうんです。感覚つかめました？はい、ではですね、皆さんこれからね、総合の授業を始めます。スライド見てください。めまい、手足がしびれるってやっちゃうと、授業が濁っちゃうんです。全然違うものになっちゃうんですね。それで私はコメントいただいたんですけども、返信させていただきました。はい、ではですね、という前置きを取り除いてやってみてください。これやってみてくださいが大事なんです。いくら口でコメントしても、伝わらないんですね。ご自身でやっていただくしかないんです。そうしますと、子供たちの前に立った時に気が必要になります。ではですね、抜きにしてめまいって言わなきゃなんないって場合は、子供たちの前に立った時の気合っていうかね、気が必要になるんです。全然違うんです。いつも通りじゃないの？日直とかの挨拶なし？ではですね、それもなし？で、めまいっていきなり言うの？っていうふうにプレッシャーがかかるんですね。その時に、めまい、手足がしびれるっていう時は、これ気が必要になるんですね。そして声も変えなければなりません。いつも通りの、ではですね、とかっていう、まあ、この先生はね、だらっとしてるってわけじゃないんですけども、ではですねっていうのは、友達言葉なんですよね。ですから、それはね、声が張らない可能性が高いんです。ですから、気が必要になって、めまいっていうふうに、声も変えなければならないっていうふうに、一言目で授業に突入させるためにはね、全然環境が違ってくるんですね。様々なことが状況に応じて要求されてきます。それが技能です。もしかしたらね、このめまいって一言目言った時に全然ね、ざわついて、先生の言葉を聞いてない環境もあるかもしれません。ね、その時はその時で対応を変えなければいけないんですね。これは技能の習得する一般的な練習の仕方を今言っているんであって、本来ね、子供たちの前に立った、自分のクラスの前に立った時には状況が違います。でも、技能を持っていれば、その状況に対応できるっていうことなんですね。で、今回は無駄をなくす技能について今お話ししています。すべての言葉に意味があり、これ以上削られない言葉を使うことができるっていうのが無駄をなくす技能なんですよね。で、練習方法は2つです。録音して書き出す作業の経験。前にも紹介しましたけども、自分の声、出だしの15秒だけでも、10秒だけでもいいです。録音して書き出す作業。書き出す作業がこれ必要なんですね。経験っていうのはこの体験と違いますよ。体験っていうのは1回きり体験するっていうのは体験なんです。経験っていうのは何度か繰り返し体験して、しかも寝ている間にね、これ脳がね、無意識に思い出すんです。あ、今日の一言目無駄な言葉があったなっていうのね、寝ている間にね、脳がね、復習するんです。それが経験っていうことなんですね。二つ目はですね、いきなり授業を始める経験。これ多分ね、いろんな縛りがあると思います。日直の挨拶が必要だとかね、これから何時間目の授業が始めますとかって言わなきゃなんないとかってね、それを乗り越えていきなり授業を始める経験があるかどうかってことなんです。これ練習方法になるんですね。ある若い教師の録音記録っていうのがあります。これ実際に録音された記録なんですよね。生の。
ちょっとその第一声、1、2、3、4、4声まで紹介しますね。あ、つけるものがないって言ったんです。あ、間違えた、算数だ。国語かと思った。ねえな。これはね、録音された通りに、テープ起こししたんですよね。これもう一回ね、戻してみますよ。あ、つけるものがないって、これ実際に、その若い先生が言った言葉なんです。録音されてますからね。これ何なのかなって最初思いましたけど、多分マグネットです。なんか貼ろうとしたんですね、黒板に。で、つけるものがないって言っちゃったんですね。あ、間違えた、算数だ。この先生ね、国語の授業だと思って、針まで用意してたんですけど、いや、2時間目算数だったって、そういう感じですね。国語かと思ったって思わず、独り言言っちゃったんですね。でもそれが録音されてるんです。ねえなーって、また探したんですね、マグネットを。まだまだ続きます。この記録には。まだまだ続いて、日直さんが、キリースとかっていうのに、あ、誰が日直だっけ？あ、お前じゃないかとかね、揉めるんですよ。いや、俺じゃないとかって言って、先生、違うんじゃない、誰でもいいんじゃないとかって言ってね、先生に立てついて、崩壊してる学級なんですけども、まあそういうふうに、もう10分、15分、20分ぐらい、授業が始まるまでに、もうもたついてしまうっていう時の記録なんですね。これ、経験ありませんか？あ、つける。これ録音してみればわかるんですけどもね、チャイムが鳴ったと同時に録音するのが、これ、原則です。自分の練習するときにね、チャイムが鳴ったと同時に録音ボタンを押すんですよ。そうすると無駄なことってね、言っちゃってる先生って意外と多いんですよ。このパターンのようにね、あ、つけるものがない、あ、間違えた、算数だとかって。皆さんはチャイムが鳴ったと同時に授業の核心、第一声、決めていますか？そこが大事なんですね。いきなり授業に入るとはっていうことでね、今私がね、めっちゃ昔のこれ、授業記録、地学の広場っていうのをね、紐解いたんですけども、ありました。いきなり授業に入る記録が。これは、法則化音楽トークラインっていうことで、島根に、吉川浩司先生が発行されてた、記録に載ってたんです。音楽の授業です。チャイムが鳴って職員室を出ます。もう職員室を出るところからもう記述してるんですね。音楽室に近づいていくにつれて、リコーダーや鍵盤ハーモニカの音が聞こえてきます。ありますよね。もうピーピープープー言ってるんですよね。音楽室に入ると子供たちはそれぞれ鍵盤ハーモニカやリコーダーを鳴らしています。鍵盤ハーモニカだけではなくて、リコーダー鳴らしてる子もいるってことですね。入った時にもうぐちゃぐちゃの状態です。周りの子と喋っている子もいます。これ普通ですよね。音楽室に入ったら何も言わずにまっすぐピアノのところに向かっていき、これ大事です。ここですよ。まっすぐ入ったと時に足を止めないでピアノのところにも足を運んでいってるってことです。この先生は。そしてグランドピアノの蓋を開けます。で、そして伴奏を弾きます。子供たちは教師の伴奏に合わせて鍵盤ハーモニカやリコーダーで演奏を始めます。子供たちの知っている、そしてほぼ演奏できる曲を4曲か5曲続けます。楽器の演奏が終わったら起立と言います。伴奏が始まると今度は歌を歌います。子供たちの知っている歌を2、3曲歌います。ここまで全くこの先生は一言も発してないんです。ピアノで演奏しただけですよね。で、子供たちはリコーダーもあるし、ピアニカ、鍵盤ハーモニカもあるんですけど、バラバラですけど、みんな一斉に演奏し始める。その次は起立させて歌も歌うってことですね。私の場合、授業の始めは以上のような感じです。だいたい10分ぐらいだと思います。子供たちは立て続けに7、8曲を楽器で演奏したり、歌ったりすることになります。これぐらいやると終わった後は子供たちもちょっとほっとした感じになります。全く無駄がないですね。怒ることもないですね。はい、やめなさいとかってね。落ち着きます。そして本日の内容に入っていきます。これは向山先生の授業の追試です。っていう、まあ実践記録なんですね。私もこのような感じで授業をやってました。
で、その向山先生の実践記録の言葉っていうのはこれですね。いきなり授業に入る子供はすぐに集中する。これが私の授業の特徴です。で、具体的にはどんなイメージかっていうと、さっき言った音楽の授業のような感じなんです。で、もう一つ紹介しますね。国語も算数も音楽や体育のように教えよう、教えようって言われたのは、野口義弘先生。この野口先生も授業の名人ですよね。もう国語や算数ってなんか解説とか説明しちゃうけど、音楽や体育のようにいきなりできることを始めて授業に乗せていくっていうことが大切じゃないかってことなんですね。ところがですね、まあ多くの先生は授業開始の挨拶っていうのがね、邪魔になってると思います。で、これはしないのがいいです。起立、これから何時間目の授業を始めますと、始めますっていう、これは私はやっていませんでした。これはしない方がいいと思ってたからですね。皆さん知っていますか？これですね、どうしてしない方がいいかというのをネット調べればいろんなね、意見が出てますけど、例えばです。例えば一つ、参加していた保護者が、ありがとうと言わせながら家の子供も分かるように教えてほしいとぼそっとつぶやいていたって、これね、終わった後、これで何時間目の授業終わります。ありがとうございましたって言わせてる学校があるんですね。それ参加してた保護者が、何がありがとうございます。もっと、だったらもっと分かりやすい授業、うちの子にも分かる授業してくれや、ってみたいな感じなんですよね。それから二つ目。それにかける時間を2分と仮定すると、2000分、およそ33時間、これに費やすわけなんです。っていうかね、時間を調べた方もいらっしゃるんですね。大抵長引くんですよ。みんなが揃うまで待っちゃうってこと知ってませんか？これから何時間目の授業を始めますっていう時に、まだ何々くんが、何々くんちゃんとしてくださいとかって日直に言わせたり、ある先生が注意したり、あるいは、いや、まだとかって先生がね、黙ってしまう場面とかってありませんか？これもう一つ、これね、研究論文でもあるんです。小学校4年生に対して、授業開始終了の挨拶に静かにする行動を促す試み、折れ線グラフによる、遂行フィードバックを用いてっていうね、題名の研究結果があるグラフが出てますけどもね、これだんだん下がってますよね。つまりこれ、時間測ってたんです。これから何時間目の授業を始めますっていう間にみんなが揃うまでの時間を測ってたっていうね、研究があるんですよ。この研究よく読むとですね、日直がね、注意してるんです。で、秒数も言ってるんです。今12秒。って待ってて、毎回。あ、今7秒とかって言って、毎回測って秒数を言ってるの。そうすると子供たち、あ、やばいやばいやばい、早くしなきゃと思いますよね。で、最初の頃は20秒ぐらいとか2分ぐらいかかってたのがだんだん下がっていったって研究結果なんですけど、そりゃそうですよね。秒数測ってるんですから。で、日直が言ってるわけですから。いや、ここまでする必要があるのかって感じですよね。でも、学校によってはそのね、授業規定があるところがあるんですね。それは規定があったら従わないわけにはいかないですよね。その学校の職員ですからね。あるいはね、自治体によって決めてるところっていうのもあるんですよね。そしたらね、従わないといけないですよね。まあ学校の規定だったら、これ明文化されてる規定だったら従わないといけませんけどもね。これ三つ目ね、曖昧な場合があるんですよ。明文化されてなくて、なんとなくみんながそうやってるから挨拶してるって場合もあるんです。私の勤務校もね、そういう学校がありました。その時は私は適当にやってましたね。自分のいいようにやれるってことですから、授業の挨拶は一切してませんでした。その方が子供たち集中しますからね。うまい。ね、そういう感じでやってましたね。これから何時間目の授業が始まりますっていうのはね、やらないで済みましたけど、規定が明文化されてる場合は、それは年度末反省ありますからね。今から反省に出して、いや、それいらないんじゃないんですかっていう。そういう風潮が、ネット調べればね、今たくさんそういう意見が出てます。ですからね、こう変えていく、若い先生方が変えていく必要はあるかなと思います。さて、技能6のポイントです。前に立った時に気が必要になる。これはね、やってみなければわかんないです。全く無駄な言葉なしで削って、みんないいかなみたいなのをなしにして授業を始めるっていう場合は気が必要になります。オーラって言いますかね。その気を子供たちも感じるんですね。これはやってみないとわかんないと思います。
ますけどね。それから声も変えなければならない。当然ダラダラした声で第一声を始めるわけにはいきませんね。だから声も自然に変わります。そして様々なことが状況に応じて要求される。当然それは私がね、このめまいとかって言った授業例は一つの例ですから、その通りはできないと思います。その目の前にいる子どもたちの状況によって変えないといけないっていう場面が生じます。でも変えるには技能が必要なんですね。技術じゃないですから、もう身につけていないといけない、目の前の子どもたちにとって。その技能を身につける練習方法が2つです。録音して書き出す作業の経験、いきなり授業を始めてみる経験、これやってみないとわからないんですね。で、これまで技能1、2、3、4、5、6と解説してきました。で、次回は修正する技能ですね。この修正する技能とは、目の前の子どもたちに応じて持っている予定、計画を修正する技能っていうのも当然必要になるってことで紹介したいと思います。授業の技能を上げる動画でした。